はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒澤敦です。今回は商品が売れた後だからこそ出てくる不安を理解し、今のうちから払拭してしまいましょうという話をさせていただきたいと思います。これ意識してる方っていうのはほとんどいないんですね。なぜならば、まず商品が売れるまでは、最初の1個が売れるまではとにかくどうやったら売れるかしか考えていないんですよ。で、それが達成できた、商品最初の1個が売れた、何個か売れた、その段階になった瞬間、それまでただ唯一の目標として考えていた、まずはとにかく商品を1個売ろう、自分の出した商品を誰かに買っていただこう、その目標が達成されてやったーと思った瞬間、やってくる次の不安、焦燥感、焦り、恐怖心、そういったものがあるんです。何でもそうですよね。一つ達成して、じゃあそこがお山のてっぺんかと思ったら次の山が見えてくる。そこを登り詰めてようやく自分は頂上だと思ったら次の山が見えてくる。それをずっと繰り返していくわけなんですが、特に物販の際は焦りや不安や情動、もしくは恐怖、場合によっては嫉妬や妬み、他の人との比較によって出てくるような嫉妬や妬み、そういったものに苛まれれば苛まれるほど視野は狭まり、視界は淀み、実績は出にくくなってしまう。特に今回の話だと、せっかく商品が売れた、これはいいことなんだけれども、そのいいことをはるかに上回る特有の次の課題っていうのが出てくるんですね。で、この課題を今回は事前にお話しすることによって、また今まさにその状況におられる方もいらっしゃると思いますので、じゃあどういうふうに解決していけばいいかっていう考え方もお伝えしたいと思います。ただですね、本来はこの考え方っていうのは誰かから教えてもらって教えてもらって分かるからいいっていうものではなくて、自分で一生懸命考えて思いつくようにすることっていうのがプロのセラーとしてのゴールなんですよね。プロのセラーとして日進月歩継続して永久に物販を続けていくためにはそこが必要なんです。そこを最初だから分からないとか、まだ物販そこまでやったことないから分かんないっていう形で、とにかく最初は教えてもらわないとダメだっていうふうに思ってると、いつまで経っても応用力は、いや技能、臨機応変さっていうのは培えないんですよね。ですから今回お話しする内容っていうのは、一つのそういう手段があるくらいに考えていただいて、その都度その都度その商品その商品で考えていく必要があります。これもう何十回も何百回も生徒さんにも申し上げてるし、動画でもよく申し上げてることなんですが、結局大きな法則だけ捉えようとしても無駄なんですよ、ほとんど。どういうことかっていうと、例えばどのカテゴリーの商品がよく売れますかって質問する方いらっしゃいます。でもそのカテゴリー全体の商品が一様に売れるはずはないわけですから、例えばこの T シャツが売れるのか、アパレルであってもこの T シャツが売れるのか、パンツが売れるのか、どういうパンツが売れるのか、どういう素材のパンツのどういう形状のパンツがよく売れるのか、どのようなサイズが売れるのか、結局そう考えていくと全体的な大きな法則をわしづかみにしてさっさと上に登ってしまおうっていう考え方は正直浅はかだったりするんですね。ですから、あくまでも各個別商品をしっかりと見てあげる。これ、よく考えればわかると思うんですけど、例えば、日本人ってどんな人ですか？どんな性格の人ですかって、一括りにされちゃ我々だって腹立ちますよね。もしくは私は東京都の調布市に住んでるんですが、東京都の調布市に住んでる人はどういう特徴がありますかって、十把一からげで、一括りにされちゃ嫌なわけですよ。私みたいな人間もいれば、もっともっとおとなしい方もいれば、もっともっと喧嘩っぽい方もいれば、いろんな方がいるわけなので、それを全体をまとめて一言で表して、でそれを理解したつもりになるっていうのは正直言ってよろしくない考え方なのかなっていうふうに思いますので、こういった点も留意していただきつつ、あくまでも何でもかんでも当てはまる絶対的な黄金律法則をこれからお話しするわけではないっていうこと、結局のところ各商品、個別の商品と一つ一つと対峙することによって我々は本来最善手っていうのが見出せるものだっていうのは事前にご理解いただければなと思います。さて、商品が売れました、その後に出てくるいくつかの不安、代表的なものっていうのを、まあ、3つか4つほど今回は挙げさせていただこうと思うんですが、まず1つ目っていうのは、まあ、2つ目と似てるんですけれども、クレーム、
クレームが来るんじゃないかってことです。これ商品売るまではクレームなんて来るはずないですから、商品売ってからの話ですよね。で、自分は商品売ったんだけどお客さんからクレームが来るのではないか。で、クレームと少し似てるんですけれども、お客さんがまあ誤解してるのではないかってことですよね。誤解、まあ誤解したからこそクレームが来るわけなんですが、ちょっと今回は説明の便宜上別にさせていただきました。クレームっていうのは思ったような商品が届かなかったって場合にクレームが来たりするわけですし、誤解っていうのはそもそも商品を買う段階で何かしらこういう商品だっていうふうに思われてしまうような、本当はそういう商品じゃないんだけれどもこういう商品だってお客様が、顧客の方が誤解してしまうような商品説明をしていたのではないかって、売った後で怖くなってくるんですよね。それまではブワーッと商品ページ制作して、で初めはまあ日本アマゾンだったらとりあえず自宅に商品を持ってきて自分で梱包検品発送したしてとかやるんですけれども、ブワーって作った商品ページだからこそ波に乗ってる時は良かったんですけど、商品が売れてから改めて見返してみると、その商品ページに誤解を生むような表現があったのではないかって不安になるっていうことがあるわけなんですよ。あとは在庫切れ、もしまあ今までは商品売れた万歳だったんですが、商品売れた瞬間今度は在庫切れたらどうするのかっていうことですね。で、在庫切れをどうして怖がり出すのかビビり出すのかっていうと、アマゾンは安定的な供給ができない商品っていうのを一番嫌うんです。ってことは在庫が切れた瞬間ランキングがバーンと下がるんですよね。でも別にまた売りゃいいじゃないかって思うかもしれないですが、一回ランキングが下がってしまった商品に関しては先に書いておきますけど、リハビリが必要になるんです。リハビリ、要するに一回売り切れになった商品はまた出したらすぐ売れるかっていうと、その商品が上位表示されにくくなってしまうので、 Amazon のシステム上安定的な供給ができないものっていうのはまた上位表示してもまたダメになって下がってて、こういうふうに不安定な状況なわけですからね。で、不安定な商品っていうのは、要するに安定的な供給ができない商品っていうのは顧客満足度を低下させます。本当はニーズがずっとあるにもかかわらず売ったり売らなかったりを繰り返しているわけですから、 Amazon としてもお客さんとしても不服なわけですよね。だからランキングを下げてなかなか上げてくれないからリハビリが必要になってくる。じゃあこの在庫切れしたらどうしよう。まあある意味嬉しい悲鳴ですけれどもね、どんどん売れてった結果の話ですので、でもテストマーケティングを行うわけですから、はじめはテスマっていうのは結局のところをテスマですね。これテスマです。テスマをした商品っていうのはだいたい5ロットずつぐらいしか買い付けをしないので、5ロットなんて売れる商品だったらすぐ売れたりするわけですね。特にアメリカアマゾンだと日本のまあ10倍の市場規模って言われてますから、日本と違って老若男女いろいろな顧客層の方たちが一年中いろんな商品を常に買ってくれるっていうのがアメリカですよ。日本っていうのはまあ季節性に偏ったりとか、男性の顧客の方が多かったりとか、女性は楽天の方に行く傾向にあるのでっていうのはあるんですが、アメリカだと5ロットっていうのは売れる商品であれば結構すぐ売れたりするんですね。で、売れて嬉しいんだけど在庫切れっていうのが不安になる、この3つかなって思うんです。まあ正確に言えばクレームと誤解っていうのは一つの状況で、誤解の結果クレームが出てしまうと、手に入れた商品に対してクレームが出てしまうと在庫切れなんですけれども、ここでまず一つ目の まとめと言いますか、この工程重要な結論というのをお話しさせていただきたいと思います。それはですね、すごく簡単な話なんですが、我々っていうのはこういったことに対して不安を感じたりビクビクしたりとか恐怖を感じたりとか心配になったりした時に2つの考え方、2つの反応、2つの行動があるんですよ。まず1つ目はずっと心配し続けるってことなんです。どういうことかっていうと、クレームが来たらどうしよう、誤解されてたらどうしよう、在庫切れになったらどうしようってずーっとこういうふうにビクビクしてるんですよね。これネガティブなリアクションです。この状態はコップ半分の水と同じで、ただの事象ですよ。この可能性があるって気づいたことも含めてある意味コップ半分の水であって、そのコップ半分の水を見て、わーい水が半分もあるって考えるのか、うわー水が半分しかないクソって思うのか、それはその人の反応リアクション次第ですよね。要するに思考次第なんです。思考の結果出てきたものが感情ですから、思考の結果我々の表層に露出してきたものが感情ですから、ってことはそう考えると、この状況を不安に感じたと、気になった、まずは気になったってぐらいですよね。気になってその後不安に感じるかどうするかってことなんですが、まず前者は不安に感じて恐怖に怯えてビク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 してる人ってことです。これになる人が非常に多い。
で焦っちゃったりとか、どうすればいいんですか、うわーって焦っちゃう人とか多い。しかしながらよくよく考えてみてください。例えば、まあ私って結構太りやすい体質ではあるんですけれども、自分がちょっと最近体重が増えて太り気味になってしまったとしますね。そしたら、うわー太り気味になってしまった、どうしようどうしよう、ビクビク嫌だなーっていうふうに言ってたって何一つ解決しないじゃないですか。何一つ改善しないじゃないですか。人生ってそういうもんだと思うんですよね。悩むのは構わない。いくらだけ頭抱えたり、今持っていないものに対して欠乏感を感じたりとか、否定的になったりとか、悲劇のヒロイン、悲劇のヒーロー、ヒロインになったっていいけれども、いくらでも何かに頭を悩ませてもいいけれども、そんな暇あったら、じゃあそれを改善するためにどうすればいいのかっていうことに対して、もっと面と向き合って考えていった方がいいんじゃないかと。自分が否定的になって頭を抱えて、って縮こまっていても何にも解決しない。そんな生き方っていうのは、言い方悪いですけど、惨めな生き方だとは思うんですよね。で、もちろん皆さんが惨めだって言ってるのではなくって、そういうことではなくって、私自身も含めて人っていうのはもっともっと進む方向性をちょっと変えてあげるだけで、まあ、この問題、クレームどうなってんのか気になる、誤解されてないのか気になる、在庫切れがどうなるのか気になる、いろいろな気がかりなことが起きた時に、結局のところ、じゃあ今から何ができるのかってことにフォーカスすべきなんですよ。生産的な方向にフォーカスすべきなんです。そうしないとずーっと頭抱えててもいいですけれども、いいですけれどもっていうのはその方その方の考え方ですけども、でもそうしてても解決しないんだったら、少しでもクレームの可能性を下げるためには誤解をされないように今後するためには、もしくは在庫切れのリスクに対してどのように対処していけばいいかを今のうちに考えておくことによって、すべての不安や心配っていうのをミニマムにすること、ほぼほぼ払拭しきってしまうっていう方向に考えを進めていった方がいいと思うんですよね。で、今回はそんな話っていうのをこれから後半戦でしたいと思います。まずはですね、お客さんからクレームが来たらどうしようって思うときは、結局何かしら原因があるわけなんですよね。で、例えば商品ページに誤解があったのではないかって思った場合、ちょっと順不動でこっちから話しますけど、商品ページに誤解があったのではないかと思った場合は、ページ改善を今のうちからしとけばいいわけですよ。これはこの後ですね、1個目の商品が売れました。じゃあ2個目のその商品が売れた時に、お客さんが誤解しないように今のうちからできる限りページ改善をしておく。誤解を生みそうだなって気になって表現があるんだったら、少なくとももう買ってくださったお客様に対してはどうしようもない部分があるかもしれないけれども、今から改善できることを改善して、これからその商品を買わんとしている、買おうかなっていうふうに思っている方は、誤解ないようにさっさと改善すればいいわけです。で、もう買ってしまった方がクレームになったらどうしようと。その商品に対して思ったものと違っただとか、場合によっては商品の、あのセット内容を間違っちゃったとか、何かしら不満を感じた時に、感じていたらどうしようっていうふうにビクビクするんだったら、サンクスメールです。サンクスメールとか、あとは私はアフターフォローメール、まあ F、あの、アフターフォロー AF って書きますけど、AF メールを送ればいいわけです。どういうことかっていうと、商品はお手元に届きましたか、商品に対して万が一、商品に関して万が一、まあ不良品だったり不備があった場合は、速やかに返品、返金、交換などいたしますので、おっしゃってくださいねって一言メールするだけでも、お客さんからしてみれば、万が一本当に不良品を、が届いちゃった方であっても、あ、だったらすぐ返品しようっていう形で、最悪の事態っていうのは極力、まあ回避することがセラーとしてもできるわけです。まあ、はじめは、なんだこの商品と思ったけれども、こういったメールをセラーの方が送ってくれたおかげで自分はすぐに対応することができた。だったら本当はめっちゃ怒ってて、低評価レビューつけてやろうかっていうふうに思ってたような人でも、このメールのやり取りでセラーさんが丁寧に対応してくれたから、低評価のレビューはつけないでおこう。むしろ感謝してくださる方だっているんですね。で、こういったこと、サンクスメールやアフターフォローメールっていうのを、特に物販やり始めて、毎日売れてる商品が少ない段階だと、書きやすいですよね。個別に対応しやすいですよね。で、その段階だからこそ逆にこういうことがいろいろ不安になっちゃうわけですから、まだ不慣れなわけですので、クレームが来たこともないし、誤解されたか、体験も、今までないし、在庫切れになった体験もないからこそ、ここら辺が不安になってくるわけですよね。未知のものに対して我々っていうのは最強に不安に感じますから、そういうことを考えると、
あんまりまだ商品が売れてない今だからこそ個別の対応がしやすいので、サンクスメール、アフターフォローメール、これここら辺はツールもありますけどね、ツールもありますけど、手作業で対応できる範囲であれば、手作業で対応できる初期段階だからこそここら辺っていうのにビクビクする可能性っていうのが高いわけなので、こういったメールを送ってクレーム対策、今からできることを行えばいいんですよ。買っちゃったお客さんにもう一回戻して自分が説明してから買ってくださいとか、そういうふうに言うことはできないわけですから、時間を戻すことはできないわけですから、今のこの瞬間から何ができるかっていうのに着目する必要があるわけですね。で、最後に在庫切れの話なんですが、在庫切れに関しては繰り返しになりますが、テストマーケティングっていうのは基本的にはその商品自体が売れるかどうか、もしくはその商品の中でどのサイズ、どのバリエーション、どのカラーとかですよね、が売れるのかどうかっていうのを調べるためのテストなんですよ。だからテスマの商品が在庫切れになるっていうのはしょうがない話ではあるっていうのをまず考えてください。しかしながら、人っていうのは前半でお話ししたのは焦りとか焦燥感とか不安とか恐怖でしたけど、あともう一つ重要な情動っていうのがあるんです。それは欲張りなんです。欲、人はこの欲が出てくることによって、今まではとにかく商品を売ること、商品が1個でもいいから売れたら大喜びだったにもかかわらず、今度は売れた瞬間、ああテスマで5ロットしか仕入れなかったからすぐ在庫切れになっちゃうやと、だったら初めから15ロットぐらい入れときゃよかったっていう結果論をブーブー話し出すんですよね。でそれもそれで後悔先に立たずなんですから、テストマーケティングが5ロットずつで合ってたわけです。そこを否定して、本当は15ロット入れときゃ在庫切れの心配なくもっとバンバン売れたのに畜生とか言い出すのはグリーディーです。欲、英語で言うとグリーディーですね。でここはここでテストマーケティングがそういうものだっていうのをまず理解した上で、じゃあどのような解決策を行っていくかっていうと、いくつか方法があるわけなんですが、今回はそのうちの一番分かりやすい一つをお話したいと思います。それはですね、在庫が残り1個2個になったら価格を上げて売れにくくする、売り切れた瞬間ランキングが下がるってことは売れにくくするっていう方法があります。ってことは、在庫切れに対する不安っていうのもある程度払拭することができる。さらにそれでも売れて在庫切れになったら、もうそれはそれでしゃあないですよ。だってテスマってそういうもんですもん。少なくともその後またランキングを戻していくのにリハビリテーションが必要だったとしても、まあスポンサープロダクトかけたりしてもなかなか反応しないという時期がリハビリの時期にはあったりするんですが、それでも少なくともテスマの目的とすれば達成じゃないですか。その商品が全然売れないのか、ちょっと売れるのか、よく売れるのか、それが分かってくるわけですから、追加買い付けするかどうかっていうのは判別できるようになりますよね。それを欲が出てしまってゴロッとしかつ、初めから手つましなかった自分を悔やんだりとか、あとは在庫切れに対して不安感、恐怖心を感じて怯えてしまったり、ってことは怯えるってことは、引き寄せの法則的にはその商品が売れたら怖がるようになっちゃうわけですよね。ってことは、その商品売れないでくださいってお願いしてるようなもんなんですよ。そういう風にならずに、ぜひ建設的に前向きに、自分が今からどのように進んでいけばいいか、何が今からできるのか、昨日からじゃなくて今は今ですから、今からやれることを考えていく必要があるっていうお話をさせていただきたくて、今回この一連の話をさせていただきました。今回のまとめをさせていただきたいと思います。今回は商品が一個も売れる前には全く考えてもいなかった不安や心配事っていうのが、商品が一個もしくは何個か売れた後だからこそブワーッと沸騰してくるっていう話をさせていただいた上で、じゃあそれぞれの代表的な3つを出しましたけれども、それぞれの不安や心配に対してどのように対処していけばいいかっていう具体的な例、実例っていうのも出させていただきました。今回挙げさせていただいた3つのそのビクビク不安の原因っていうのは、商品ページに対する誤解、そして商品を買ったお客さんがクレームを言うのではないか、返品になるのではないかっていう恐怖、そして在庫切れになるのではないか、どんどん売れちゃって在庫切れになるのではないかっていう、この不安プラス欲ですよね。もっと初めから仕入れとけよかったみたいな、昔の自分をけなすような状況になりうるという、この3つのパターンを今回お伝えしたんですが、一つ一ついくつも解決方法があります。今回は代表的な解決方法で、今から何ができるかということにフォーカスしてお話をさせていただいたんですけれども、じゃあどうすればいいのか、どうすればいいのかっていうのも、結局個別の商品によっても違うわけですよね。例えばハロウィン商戦の前に、そのハロウィンの商品をどう扱うかっていうことになったら、ハロウィンまでに
売っとかないといけないわけだから、そこに関してはとにかく商品の価格を上げずにそのまま在庫切れにしてしまっても売り切りの形にしてしまう、ハロウィン商戦中に全部売れるようにしてしまう、ランキングが下がってもいい、来年出せばいいって考えるやり方もありますし、あえて在庫1個2個ぐらい残しておいてランキングが下がんないような状況にしておいて、で来年のハロウィンに向けてその商品ページの、まあ、ランキングはキープしておきたいと。で長期保管手数料がかかるけれども、長期保管手数料が極力かからないように商品を1個だけもしくは2個だけ残しておくっていう考え方とか、いろいろなやり方があるわけですね。ですから今回の話まとめさせていただきますが、我々っていうのは常に一つのゴールを達成した後次のゴールが見えてくるんです。これはプラスな言い方ですが、悪い言い方しますと、一つゴール達成したと思ったら次の不安や気がかりなことっていうのがようやく見えてくるんですよ。でそれに対してどのように反応していくかっていうのは、基本的に分かりやすく言えば2パターンあります。否定的になってただビクビクして問題を解決しないのか、じゃあ今から何ができるのか、今からいろいろなリスク不安気がかりっていうのを最小限に食い止めるためには何を行えばいいのか、場合によってはそのリスクを完全に払拭させるためには今からどうすればいいのかという、行動的に前向きに行動的に進む、この2つがあるわけですよね。で人生とはみたいな話を少し話しましたけれども、先ほども我々っていうのは、我々の人生っていうのは不安に怯えてずーっと凍えている小動物のようにビクビクしていても何にも変わりはしません。ですからその時に必ずプラスの方に頭とか労力とかお金とか、まあ、全ての我々のパワーですよね。労力も一つのパワーですし、時間っていうのもある種のパワーを使うための、まあ、場所みたいなものですから、そういったものっていうのをプラスに持ってけば持ってくほど良くなるんですって。そこを多くの人っていうのは、一つ何か問題が起こったらそこに対してビクビクしてしまって閉塞的になってしまって、で結局のところ問題を解決するという方向に行くどころか、どうすればいいんでしょう不安ですねっていう傷の舐め合いをしたりとか、不安を持っている人同士で傷の舐め合いをしながらお酒を飲んだりとか、あんなことやっても非生産的ですからね。そうじゃなくて、じゃあ何ができるのかって言い合える人たちとお酒飲んだらいいわけですよ。お酒飲むとしても、それを傷の舐め合いをしたり否定的なことを言い合って、でそのまま時間を過ごしてしまう、有効な対策も何かしらの行動も行わずに、ただずっと怯えながらずっと毎日歩いていくような状況になってしまうっていうのは非常にもったいないですよね。ですからそうならないように、常に今回はあくまでも商品が売れた後だからこその不安に着目して話をさせていただきましたが、物販のすべての作業、すべての段階、物販を始める前に今資金集めしている方はその資金集めの段階からそうなんですけれども、すべてのことに対してネガティブに考えて行動せずに不安で恐怖でもう打ちのめされるような状況になるのか、ちょっとだけ向く方向を変えてあげて、じゃあ今から何ができるのかにフォーカスしてあげるのか、これによって人の人生っていうのは劇的に変わっていくと思いますし、徐々にではあるかもしれないんですけれども、ほんのこの向きの違い、せいぜいそうですね、もう30度とか15度ぐらいの向きの違いだったりするわけですよ。もういきなり180度ぐるんと変えなさいは難しいけれども、本当にこっちに行くかこっちに行くかのこの微妙な違い、これっていうのを積み重ねることによって、最終的には劇的に全く違う方向に到達することになりますから、その点っていうのはぜひぜひ腹に落としといていただければなと思います。というわけで、最後までご清聴ありがとうございました。海外転売講師の黒澤篤がお届けいたしました。今これ撮影しているのが10月の末なんですけれども、これからこの後なんですけれども、まあ、例えばアメリカのアマゾンだったら感謝祭のシーズンがあり、クリスマスのシーズンがあります。で、その後、来年2018年に入っていくわけなので、今この時期に例えば物販始める場合っていうのはクリスマス商戦もまだ間に合うわけですね。クリスマス商戦は例えばコスプレなどの商品によっては12月10日あたりから商品の価格っていうのが下がってくることもあるんですが、そこに関してもこの商品っていうのはいつまで売れるかなと思ってビクビクしてるんじゃなくって、例えばモノレートで昨年の値を見てみて日本アマゾンだったらいつぐらいから価格が下がってくるかとっていうのも個別商品にフォーカスすれば見えるはずなんですよね。それを全体的な法則で捉えてしまって、アマゾンの商品っていうのはクリスマス商戦に間に合うためには何月何日に出せばいいですかっていう質問もよくいただくんですが、いやそれは個別の商品の過去のデータを見ればわかるじゃないですか。昨年こうなってこうなってこうなったと価格グラフが、
なったとしたら、今年もその流れと同じような状況になる可能性がありますし、昨年の商品のデータとしてはなかったとしても、自分が初めて見つけた、あの中国サイトで初めて見つけた商品だったとしても、類似品っていうのは必ずアメリカアマゾン、日本アマゾンにあるはずなんですよね。ということは、その類似品のデータを見ることによって、アメリカのアマゾンに関してはモノレートがないので、その場合は過去の商品の評価のレビューっていうのが何月何日についていたかっていうことから推測して、何月でも売れるのかとか、クリスマス中でも売れるのか、クリスマスの後でもこの商品は売れるのかっていうのが全部客観的なデータとして数値化して見ることができますから、そのデータっていうのをしっかりと見て、個別商品としっかりと対峙してあげるようにしてください。ここが非常に重要なポイントになりますから、その点も合わせてご理解いただければなと思います。というわけで、最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。はい、今回も最後まで動画ご覧くださり誠にありがとうございます。講師の黒沢です。最後に、私が構築して皆さんに提供させていただいている無料講座について簡単に説明させていただければと思います。こちらの無料講座は、この動画の下、動画説明欄にある URL から登録することができるんですが、5日間のメイン講座プラス7日間の補講講座、合計12日間の無料講座を皆さんに提供させていただいております。海外転売に興味がある方、海外転売のことを体系的に真の部分も含めて知りたいという方、物販には興味あるんだけれども、いきなりお金を払ってどうこうということに躊躇されている方は、ぜひお気軽にご登録いただければと思います。ちなみに、私の無料講座に登録したが最後、12日間経った後もどんどんメルマガが送られてくるということは一切ございませんので、その点に関しましてはぜひご安心いただき、お気軽に登録していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では失礼いたします。